せーの。いつまでもこんなゲームに夢中になってるみんな、こんにちは。くんさんでーす。今日は、全く広告がつかないバトルフィールド4でも、広告がつくように、子供のみんなでも楽しめるゲーム実況をやっていこうと思いまーす。今日使う、武器じゃなくて、今日使うおもちゃはこちら。M60E4 でーす。100って書いてますね。なんだこれは一体。M60E4 っていう、おもちゃを今日は、紹介していきたいと思います。ちなみにこのおもちゃあんまり使ったことないでーす。使ったことない武器を使って、失礼。使ったことないおもちゃを使って、みんなでワクワク刺激的な、体験をしようっていう風なのが、この動画の趣旨です。広告、一部広告主にもちゃんと適用してる、動画です。YouTube さん、お願いします。はい、ということで、なんだっけ、レーザーサイト、リフレックス、コンペンセーター、スタビーグリップでやっていきます。ちなみにね、この動画一切、暴言などはもう慎んでいこうかなというふうに思っておりますので、視聴している方もぜひお子様と一緒に、見ていただければと思います。はい、では、こちらの方行きましょうか。暴力的なシーンがあれば、暴力シーンがあったらもう全部修正するので、くっはい、ということでね、適切な距離を保ちながら戦うのが M60 は大事だと思うので、B のこの奥側から、撃っていきましょう。ここですね、ここ、まさにここ。ちょっと邪魔で見えないですね、このサイト。これ大丈夫か？ちょっと危険そうなので、こちら側に移動しましょう。当たらない全然。本当にサプレッションするだけだ、これ。当たらな。これマジこれ。やばいでしょ、これ。ということでね、ちょっとつけていくおもちゃが間違ってたみたいですね。はい、別売りになっております。バイポッドを、装備して、つけていきたいと思います。つけるときにね、指の方を挟まないように、注意しながらつけてもらえればなと思います。ちょっと A 中にいましょうかね。ここにいて、ここでちょっとじーっとしてましょう。じーっとして、画面の真ん中に、こう、注意を、向けて、もう画面の真ん中しか見てません、今。横から来ても知らないです。おかしいですねー。いた！お、アシストキルが入りました。やったー！ 1、いや、ちょっと待って、アシスト。いや、ちょっと、キルって言葉がですね、どうやらダメみたいなんですよ。私のタイトルでも、キルってつけたら、広告が通らなかったことが多々あるんですね。なので、キルという風な言葉のちょっと代わりになる言葉がなんかないかなって思うんですけど、なかなか難しいですかね。キルの代わり。なんだろうな、何があるのかな、キルの代わりか。ここで、バイポッド貼ろうか。うわぁ、この、ひどいな、このプレイスタイル。俺が最も嫌いとするプレイスタイル。うわぁ、マジか、今の！いや、待って、子供も見てるからダメだ。そんな、マジか、今のとか言っちゃダメだね。惜しかったね。このおもちゃ使い方がちょっと難しいね。みんなもこう、使うときはね、大人の人と一緒に M60 使ってみてください。ここで待機してましょうか。ね。この中にもいるみたいなんで、ここに待機してたら、もしかしたら、B 中の方に来るかもしれないです。あ、来ねえわ、これ。何しとんじゃん、お前。よし。まだいるか。よし。ということで、A 中を覗いていきましょう。A 中覗くときもなんですけどね。こうやって、バイポッドを立てながら、こう覗くと。よし、これで覗いておきましょう。うわぁ、マジか。いきなりこんなダメージ食らっちゃった。ああいう風に飛び出してきたらどうしようもねえだろうわ、こんなバイポッドつけててもよ。
よしよしよし、バイポッドが生きた。これするしかねえんじゃねえ、ほんとに。かわいそうの息だよ。もはや。はよ来いよ、家中からよ。やばい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 。なんすか MPAS って。やばいやばいやばい。ちょっと待って。うわー、マジかよ、もう。いや、ちょっとここに仕掛けるのが間違ってましたね。ちょっともうちょっと別のところに、ちょっとバイポッド立てていきましょう。なんださっきアンロックしたやつは。え？なんか、俺装備する間もなく。下の方にいるっぽいな。これはひどい。ちょ、これ、ちょっとバイポッドのおもちゃやめようか、つけていくの。これ、いくら頑張ってもこれ難しいですよね。じゃあ、ちょっとバイポッドをやめて、スタビーグリップっていう、こう、おもちゃをつけていきましょう。はい。こうね、おもちゃを変えるときは、指を挟まないように注意しながら使ってもらえればと思います。弱っ。これ、これって感じだな。これは、これちょっと擁護でき、俺擁護できないよ、これさすがに。あ、でも、こういう戦い方は、まあ、強いか。もう、撃ちまくっとけ、撃ちまくっとけ、とりあえず。マジ今ので、今のでしょ。あ、後ろか。よかった、びっくりした。いや、でも、スタビーグリップとかで歩きながら撃った方がいいよね、これ、絶対。なんか、バイポッドつけるようなイメージじゃない気がするんだよな。バイポッドやめましょう。バイポッドはちょっと体に悪いみたいなんで、子供のね、教育にも良くないです。ここで、バイポッドをやめて、普通に、これで。この感じだよね。もうずーっと居続けるみたいな、ここに。あ、こういう具合か。こういう戦闘方法を取ればいいみたいです！もう！こっちかよ、今の。適当投げだろう、今の、絶対。蘇生。この戦い方だったら、ちょっと、結構自由自在に振る舞えるんじゃないのか？いやー。一瞬の打ち合いはやっぱ無理だな。こういう打ち合いしちゃダメだな。もう本当、本当後ろで行って、本当に援護する兵しないとダメだね。俺援護する兵になるわ。俺ね、まともに行ってもね、さらさらまともにやるつもりがあっても無理だわ。どうしよう。ここら辺とかでこう一点だけ見るみたいな。一点集中オンラインしなきゃ無理だわ。ちょっと待ってよ。あ、A 取ったの？ A なんか。ほう。どうすんだこれ。あー、なるほどね。そういう立ち回り方。あると思います。あ、俺逆側だな、もうこれ。いや、B にいたんじゃないの敵、味方。ゴミどもが使い物なんねえな。このゴミ武器のせいだろうな、殺せねえのも。あ、ダメだ、すいません。今のところちょっと、今のはちょっと不適切な表現があったな。マジかよ、なんだこの武器マジで。もう全然当たんねえんだけど、遠く。うわ、どうせんっちゅうん、これで。あ、横いたの？びっくりした。今見えてなかった。いや、これ、あえて倍率スコープとか使ってみるか。倍率スコープとか使った方がいいんじゃねえの、これ。そんな気がしてきたな。普通のスコープ使って立ち回るよりも倍率スコープ使ってなんかもう、本当に制圧射撃みたいなことしないと。ここで待機してるか。伏せて。あ、伏せなくてもいいか。どうすんだ、この黙々は。よし、これで、こっちからこう覗いて、そう。これ、裏来るんじゃね？これ。
よし。サプレッサーとかアンロックしちゃってしょうがないだろ、これ。いやー、これ怖いね、これ。あー、マジか。いや、ちょっと待って。あ、無理しちゃダメだな。本当に無理せずに立ち回らないとダメだ。ちょっと、スコープを変えよう、まずは。このなんかしょうもないスコープ変えるぞ。これが良くない。おそらく。倍率のやつないのか、ミディアム。これでいいよ。3.4 倍スコープとかでやってみようぜ、試しに。揺れまくって意味不明になるかな、それとも。あー、まあ悪くないんじゃね、今ちょっと死んだけど。一瞬で416頭抜かれたな、今。ね、でも普通にアサルトだったら一瞬で抜けるからな、この距離。あえて援護費を使うメリットって何なんだ？なんかあえて援護費を使ってるメリットがあまり俺にはもうわからなくなってきてるんだけど。あ、まあ、こういう時とかだよな。こういう適当打ちする時とかは強いのかもしれないけど。こっちで、こっちで、ここに置いとくか。ちょ、待って。いや、これ、怖いな、これ。両方来るぞ。いやー、マジ。え、グレネード！そっからの位置で届くんだ。え？本当に届いた？そのグレ。ネタじゃね？これ。間違いだろ、なんかの。どうすっかな、これ。前出れねえよな、俺じゃあ。出るか、こっち。いや、怖っ、これ。どこいるかわかんねえぞ、こんなの。ちょ、待てよ。あー、これまずいな、これ来るな、これ。このライン持っとくか。このラインで芋ってずーっと張ってるって感じなのかな。援護兵のなんか色派が分かってない気がするんだよね、俺。自分で言うのもなんだけど。え？何？どっからやられたの？相当ブレんな、これ。こういうなんかドド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 って打ち方しなきゃダメだな。ぶっ破しちゃダメだな、援護兵。ようやく分かってきたぞ。任せろ。ここからキルレ銃出してやる。まあまあ、これでずーっと見れるのは強いよな。まあ、普通に。ええー、なんで後ろから来んねん。ああ、これ全滅したな。いやー、こういうなんか不足の事態があるから、見ながら戦わなきゃダメなんだな。これしんどいな、これ。これだったらバイポットでもいいのかな、でもこの立ち回り方だったら。何が起こってんの、ここで。どうした、これ。今当たってたよな。当たってたけど、なんか当たったことになってなかったぞ。いや、これ辛いわ。どうしよう、予想以上に辛い、俺、なんかこれ、なんか、これやばいわ。いや、これやばい。勝てねえぞ、この距離感で、SKS とか撃たれたら。いや、ダメだ、勝てないのは俺が悪い。ちょっと待って。武器のせいにしちゃダメだ。M60 でも無双する方法があるはずだ。いや、まあ、イモればいいとは思うんだけど。カスタムやっぱバイポットに戻すかね、これ。バイポットカスタムに戻した方がいいかもしんないな。本当になんか援護する兵みたいな立ち回りだよね。これやばい。やばいぞ、これ。突っ込んできたら終わるな。どうする？やーば！超打ちづれーわ。ちょ、待って。ここに残れてるのは結構でかいぞ。え？え？え？あー、はいはい、そこね。裏回ってきたのか。
いやー、しんどいっす。ちょっともう、いや、最初の趣旨忘れてるし、俺も。なんか M60 に夢中になりすぎて。この動画の趣旨はどうした？俺。こういうの、こういうのでも時間かかるもんな、やっぱ。耕すのに。よし。よし、オッケーオッケー。あぶね、あべ。ちょっとリロードしとくか。よく戦えんな、援護兵で。危ない危ない。まあ、こういうのは強いけど、MG4 とかの方が強いよな、絶対。なんか M60 がやばいんじゃないか説がちょっと俺の中で浮上し始めてる。M60 やばい説。なになになに？いや、これやばい立ち回りだ、多分。でも俺は行ってみるぞ。行って、やめてやめて。ちょっと、グレー投げとくか。もう一回引いて、回復欲しいな。あ、そう、援護兵弾撒いときゃいかんのやった。忘れてた。弾撒かない、外役援護兵になって。今死なないの？マジか。ダメージ入ってねえな、ダメージ、今の。ヒットマーク入んなかったもんな。マジか。一発も飛んでってねえのが、ちゃんと的に。ああ、はいはいはい。まあ、まあまあまあ。まあ、しょうがないっすね。おっと、なんか変な位置に湧いたぞ。どこいた？こっち側じゃね？どこいた？さっきのサプレッサーどこだ？敵の。知らんぞ、俺は。よし、やった。違うゲームしてるみたいな FPS じゃなくて。FPS じゃない？これもう。よし。いないか。うざいな、これ。うおー、マジか。いや、撃ち続けた方がよかったな、今。グレネードに切り替える前に撃ち続けた方がよかった。次はちょっともうちょっと頑張ろう。なにこれ？すごい位置に湧いた。うっせやろ？裏に湧いても嬉しくもなんともねえんだよな、この。これ。この援護兵だと裏に湧いたところでなんか、あんまりなんか嬉しさみたいなのはもう微塵もない。顔出せ、顔出せ、ほら。え？そっちにいたの？あれ？マジか。なんか援護兵だとなんか集中しちゃうな、目の前のことに。なんか周りが見れてない気がする、あまり。なんで俺はここに負けるの？恐ろしいぞ、これ。恐ろしい脇だな、今の。そんなことされたら困っちゃうよ、多分。終わりか。いやー、むちゃくちゃだな、なんか。あらゆるところにいるわ。どうすか、キルレ。悪っ！いや、2は確保しないとな、これ。いくらなんでも。ちょっとイモるわ。いや、こうやってイモる援護兵が多分増えてくるんだろうな、多分。だと思うよ。イモる援護兵が増えるのって、こういう要因があるんじゃない？おー、インパクト！インパクトって一発ダウンなんだっけ？前の動画でも言った気がするな。インパクトを食らってなさすぎて、インパクトの一発ダウンかどうかわかんない。ちょ、インパクト持ってこう。よし。ちょ、沸かしてくれ、誰か。沸けないか。ええー、いやー、これはない、これは。ちょ、待って。こういう時にインパクト。いや、もうめちゃくちゃやって、マジ。いや、今、アサルトだったらなんとかなった説あるな、なんか。援護兵で、確定キルが少ないからなんかキル取れなかったけど、今いけた気がするな。あと、倍率。やべやべやべ。どうする、これ。
こっち待ってるか。よっと打ち合いで勝てないね。勝てないね。あ、ナイス。よし。今アシスト入ってねえし、もう、勘弁してくれよ。もう突っ込んで死ぬか、これ。あ、こっちじゃないの。え？ああ、いたの？ごめん、見てなかった。ちょっと 3.4 倍もちょっと考え物だな。なんか、見落としが発生するな。やっぱコブラが最強か。マジか、これでゲームセットか。ちょっと悔しいな、俺。M60 リベンジーズって動画出すか、ちょっと次。最初ふざけたテンションでやったからこんなことになったんだよ。ごめん、何も考えてなかった。いやー、これちょっとダメだな、これは。これはね、動画出せないです。ということで、この動画はちょっとお蔵入りってことでね、皆さんの目には触れることはないと思いますが、次の M60 の動画を期待してください。じゃあ、バイバイ。